インフォメーション。普段南海放送では南海放送は掲げる愛媛主義のもと地域社会とお互いの発展を目指すため F 難を活用した地域情報の発信に関する連携協定パル協定を愛媛県内の各自治体や団体と結んでいます。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市長などの情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は宇和島市の話題です。11月17日日曜日に宇和島キサイヤロードで開催される食玩宇和島のタイ食べたいフェスティバルをご紹介します。聞き手は F 難宇和島応援サポーターのゆりたあやさんです。11月17日日曜日に宇和島キサイヤロードで開催される食玩宇和島のタイ食べたいフェスティバルについて宇和島商工会議所青年部食玩タイを食べたい特別委員会委員長太田隆也さんにお話を伺います。太田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。太田さん、宇和島では毎年この時期、はい、食玩食べる食にハイフン数字の1食玩という名前でイベントされてますよね。そうですね、3年前から宇和島の食を盛り上げたいという思いで、始めたイベントですね。今年は宇和島のタイ食べたいということでタイにフォーカス当ててるんですね。宇和島のタイは日本で、一番の生産量を誇ってますけども、もっとこう注目されてもいいんじゃないかということで、タイにフォーカスを当ててみました。11月17日のイベントではどのようなタイのグルメが楽しめるんでしょうか。宇和島のタイラーメンですとか、はい、オムライス、うん、天丼、ベーグルサンドイッチなんかも約20店舗、出店の予定です。子供向けブースですとか、日産自動車さんの方に電気自動車の展示とかをしてもらう予定になってます。ステージショーなどもあるんですか。タイビ保育園さんの方で園児にダンスを踊っていただいたり、高校生らが、ステージショーを行っていただくんですけども、アンパンマンの方を呼んで、アンパンマンショーをしていこうかなと思っております。当日こんな風に楽しんでいただきたいっていうような思いっていうのはありますか。アンパンマンを見ていただいて、はい、子供たちに、笑顔で、商店街を歩いていただいて、うん、タイを食べてもらうっていうところですかね。開催時間を改めて教えていただけますか。10時から、16時予定してます。10時半からアンパンマンショー1回目を行いまして、はい、2回目の方を13時から予定してます。餅巻きなんかも用意してますんで、ぜひ皆さんに来ていただいたらなと思っております。餅巻きの時間はアンパンマンショーが、終了次第行おうかなと思ってますんで、ちょっとはっきりした時間は言えないんですけども、餅巻きの中にタイがもらえる引き換え券を入れて一緒に巻こうかと思ってます。おー、すごい。タイ持って帰れるってことですか。宇和島のタイ、まあ、私も出身は宇和島なので、まあ、美味しさは分かっているつもりなんですけれども、もっともっと食べていただいて、でもっともっとファンが増えたらいいですよね。そうですね。食玩宇和島のタイ食べたいフェスティバルについて太田さんにお話を伺いました。太田さん、最後にラジオを聞きの方にメッセージお願いします。ぜひ11月17日日曜日はキサイヤロードに集まってください。宇和島で笑顔が大量です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。宇和島タイ食べたいフェスティバル、聞き手は F 難宇和島応援サポーターのゆりたあやさんでした。美味しそうですね。もうタイ尽くし、それも美味しい、その場に行っていただけると楽しそうですね。11月17日日曜日、食玩宇和島のタイ食べたいフェスティバル、11月17日日曜の午前10時から夕方4時までやっております。宇和島キサイヤロードで開催しております、ね、お天気もいいといいですよね。毎週月曜から金曜の午後4時半からはパルインフォメーションもお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しております。南海放送ホームページのラジオや南海放送アプロの
見る聞く、さらに南海放送の公式 YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。過去の放送分もすべてアーカイブで残っていますので、気になる情報があれば探して聞いてみてください。明日は松山市の話題です。パルインフォメーションお送りしました。